こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスに絵を描きながら作品の説明をするということについてお話ししたいと思います。自分の作品について説明するのが上手な人もいればそうでない人もいますよね。私の場合は後者で、自分の作品を説明するのがすごく苦手です。そもそも何を説明していいのかわからないこともしょっちゅうあります。なぜなら言葉で説明できないことを絵で表現しているからです。しかもただでさえ口下手で言葉がすごく苦手なので、説明するということにとても苦手意識があります。私の作品は説明するような作品じゃないんだから、説明なんかしなくたっていいやと思っていたことがあります。確かに説明なんかしなくていいと思っています。でも言葉で説明することによって、今まで私の作品に興味がなかった人もその面白さを理解して私の作品を楽しんでいただけるようになるっていうこともあります。私はより多くの方に私の作品を楽しんでいただきたいので、とても苦手なんですが自分の作品を説明できるようにちょっと頑張っています。自分の作品について説明することに対して抵抗がある人も結構いらっしゃると思います。言葉が苦手っていうのもそうかもしれませんが、例えば説明なしで人が理解できないような作品はダメな作品だと思っているとか、だけど説明しないとわからない作品がダメだなんてすごく矛盾した考えだと思います。なぜなら、例えば現代アートが理解できない、抽象画が理解できない、ピカソの作品が理解できない、そういう人たちのために美術を理解するための解説なんていうものがありますよね。素晴らしい作品が理解できないから、何かの説明、それを理解する勉強をして、それで素晴らしい作品を理解する方法を得て、それで楽しむっていう人もたくさんいらっしゃると思います。まあ説明を聞いてそれで興味を持つ場合もあれば、意図が分かったんだけどそれでも楽しめないという場合もあると思います。いずれにしても説明しても分からない作品だったとしても、それがダメな作品、素晴らしくない作品とは限りません。作品を楽しむか楽しまないかはその人の好き好きで人によって違うからです。さっきちょっと例に挙げたんですけど、ピカソといえば名前を知らない人はいないと思うし、天才の代名詞ですよね。でもきっとこの世にはピカソの作品を理解して楽しんでいる人の人口よりも、ピカソの絵なんてわけわからないと思っている人の人口の方が全然多いんじゃないかと思います。なので知識だったりとか趣味趣向だったりとか、そういったことで作品を楽しむ楽しめないというのはあると思いますが、知識によって楽しむことができる人が少しでも増えるんだったら、説明しないのは損だと私は思っています。そして説明が下手な私は損をしています。で、ピカソって言えば先日キュービズム展を見に行きました。だから何ってわけじゃないんですが、今描いてる絵をちょっとキュービズム風に描いていこうと思っています。私は何々風に描くっていう感じで描くのは得意じゃないんですが、まあ私なりにキュービズムからインスピレーションを得て私のスタイルで描いていこうと思います。人の性格とか性質には開放性とか文化性っていうものがあるようです。開放性っていうのが高い人は好奇心が旺盛で創造性が高いそうです。逆にその開放性が低いと好奇心があまりなくて創造力もあまりないそうです。そしてその開放性が高いか低いかによって物を理解するっていうタイプも違うようです。例えば開放性が高い、想像力がある人はちょっと分かりにくい抽象画とか、あとはキュービズムみたいなものとか、ちょっと分かりづらいものもその想像力で理解することができるんだそうです。でもその開放性が低い人っていうのは、抽象画みたいなものは分からないけど、なんか役所の書類とか法律とかそういう答えが一つしかないようなものを理解する能力があるようです。なので開放性が高いとか低いとか言っても両方別の分野で長けているということになります。何が言いたいかっていうと、開放性が高い人もいれば低い人もいて、分かりづらいアートっていうのは開放性が高い人なら説明なしで理解していただく場合が多いかもしれませんが、開放性が低い人にとっては説明なしではなかなか理解するのが難しいんじゃないかと思います。
でも説明することによって開放性が低い人もその楽しみ方っていうのが分かってその作品を好きになるということがあるんじゃないかと思います。そして開放性が高い人にとってもアートっていうのは個人的な世界を表現したものですから開放性が高くても分からない場合もあります。そこで説明することによって面白いなっていう風になる場合もあるんじゃないかと思います。で、最近私は役所から送られてきた書類を読んでも読んでも分からなくて役所に電話したら役所の方がその内容について説明してくださいました。それで私はなんだこんな簡単なことだったのかと理解することができました。でもその文章を読んで簡単に理解できちゃう人もいるかもしれませんが私のような人間にとっては説明が必要になるということです。そんなわけで私は自分の作品について説明することによってプラスになることがあるので説明した方がいいと思っています。説明しないっていうのもなんかミステリアスな部分を残すっていう意味でそれはそれでいいんじゃないかと思っています。ただ私は説明できたらしたいなと思っています。ただそれすごく私にとって難しいんですよね。そして何を説明したらいいんだかわからない、いい作品を作ってるのにそう思っている方もいらっしゃると思います。それで何を説明したらいいかっていうことなんですがそんな大それたことを言う必要はないと思います。大したことを言う必要もないし難しいことを言う必要もないんです。なぜなら自分にとって大したことがないことそして自分にとってそんな難しくないことっていうのは他の人から見たら結構興味深いことだったりするんだと思います。まあそれに興味持たない人もいますけど持つ人は持つということです。まあ全然興味を持たない人もいます。でもそれはしょうがないと思います。全ての人が自分に興味を持ってくれるわけじゃないからです。ただある人にとってはあなたの大したことないことがすごく大したことで難しくないことがなんだかすごい内容なんだかとても深い内容である場合もあると思います。ちょっと今書いてる絵が書き終わったら大したことがない説明をしてみようと思います。かなり昔のことなんですけどなんか数字の表みたいのを見せられたことがあってこれの数字はこれでみたいにダーって書いてあるんですね。とても分かりやすくするために作った表なんでしょうけど私みたいな人間にとってはその並んでる数字はどれも全部同じにしか見えませんでした。その時私はそういうのが分かりやすい人にとっては多分ピカソの絵とかそういうのは私がその数字を見るように見えてるのかななんて思ったんですがどうなんだかちょっと分かりません。ちなみに私は遺伝子テストの結果、この開放性っていうのは別に高くも低くもなくて平均ぐらいでした。で、性格テストっていうのもやったんですが、開放性は平均レベルでした。だからなんだってことはないんですけどね。それでケウィズム展を見た時に思ったんですが、結構わかりづらい作品っていっぱいあって、その中に結構わかりやすい作品もあって、なんか私はわかりやすい作品の方が個人的には好きでした。こんな感じの絵が完成しました。タイトルはキュービズムなパンプキンです。パンプキンを四角く描いてみました。あんまりそのキュービズムって感じじゃないんですけどちょっと私なりにキュービズム多分 1% ぐらい取り入れてみました。ちょっと変わったハロウィンの絵って感じです。ほんと大したことない話をしました。まあ何が言いたかったかっていうと話す内容はほぼ何でもいいんだと思います。何も難しいことすごいことを話さなくてもいいんじゃないかなっていうことです。ハロウィンの猫って言えば黒猫なんだけどこの絵だったらなんかこういう半分違う色のがいいかなと思ったりそれからさっき絵描いてる時に来てくれたんですがうちにも三毛猫がいてこれは三毛猫じゃないんですけどそのうちの猫の話をしたりとか展示会とかでは私は自分の作品の話をする時にそんな感じで説明っていうよりもただ話をしています。なんか最後にまとめる言葉が言えないんですが伝えたいことは全部お話できたんじゃないかと思います。ということで今回の動画は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。